した超大集団。日本人は北条匠海さんは日本人選手が分かんない。これ日本だね。日本北条匠海はもう行ったのかな。ジャパンいた？ないんじゃない。この大会で賞金ってあるんですか。あるんじゃないですか。ああ、ですよね。何でこれ。早すぎ。ゴープロビデオスタート。何十位集団第2グループ最高じゃない。頑張れトップ選手。早すぎる第2集団第2集団。トップ集団です。もう何人がいるのかがわかんない。トップ集団？トップ集団。うわー、すごい。日本人何人いるのかわかんない。第二集団。第一集団、来ました。早い。
集団。内田さん、ツイッターでフォローしてます。車輪と2台遅かった人たち。さあトップ集団です。ファイター、アレックス E2 位です。見た目が若いね。3位、4位、5位、5位、6位、7位。さあ日本は何位で来るか。今7位まで行きました。多分10位ぐらいにはいる。ほらいるよ、そこに。いる？いる？8、9、10、11位が古谷純平ですね。11位が古谷純平。でも差10秒もないからちょっと頑張ってほしいね。11位、12位集団。13、14、15、16、17。17が、あれ、古谷純平ですね。内田さんって人はね、ツイッターで。今日出ますって言ってた。そう言ってるうちにトップ集団。トップ集団来た。さあトップ集団。
アレックス E2 位、うん、いやあれ抜けるね。あれアレックス E が優勝するとパパは思う。まだ余裕だった。いや多分次来るときアレックス・イーノが前にいそうな気がするけど。あ、アレックスイーだ。トップ後ろについてます。ファイター。アレックスイー2番手についてます。まだ余裕あるの。余裕ありそうだ。でこっちが最後尾だね。なんかすぐにでも抜けそうな。3位です。3位。4、5、6位ファイト。7位、8位誰だ、小田倉。7位、日本人トップじゃないあれ。あ、登場も近いね。 50m も差はない。選手も結構多いね。ファイト。スイス。オーストラリア。ファイト。日本。古谷純平。ファイト。
ストラリア。うちだ。あと1週かそれでもそれぐらいだよね。日本いるんだね。入賞できるかどうか。7位、日本7位。ああ、クリア順で。あれがニナーケンジ。あ、これがニナーケンジか。見たことあるかも。ニナーケンジ。あ、思いのほか細かった。もうちょっと太いかと思いましたけど。日本選手権のさ、サムネで見たことある。いや、オリンピック選手だもん。アレックスイ行け。いや、でも結構疲れてるね。どうかな、あれ。いい勝負。若い者同士ですごいいい勝負。3位フランス。日本がどうか。日本はさっきのオタクラが6位かどうかって感じだね。今3位。これは4位。5位フランス。6位フランス。最後だからね。はい、と7位8位9位。小田倉10位いけるよ。11、12。抜いたね。はい、と補助13位。いけるよ。14、15、16、17、18、19、おお、20。いやーすごいね。21。いや、なんで転ぶってすごいね。22。やった、ファイト。23、24、25。ニーナー頑張れ。25、26、27、28ぐらいかな今。29。フランスがすごいんだな。30、31。イタリア。32。やった。33。スイス。34。順平、頑張れ。35。36。37。38。
内田さんファイトー。